スプレー缶への危険物表記化学品の分類及び表示に関する世界調和システムは国連が制定する化学品の危険有害性の分類基準と表示方法を定めた制度である。ここでラベルとは必ずしもパッケージや容器に貼り付けるものを意味しているわけではなくあらかじめパッケージや容器に印刷されているものも含まれている。英語のレーベルの意味である。 このシステムを完成させるための作業は、毒物学から消防まで広範囲の専門分野に、わたり、また、その調整には多大な努力が払われた。国際的な取り決めである、1992年の国連環境開発会議において採択された、アジェンダ21第19章第27項が、この作業を完成させるための推進力となった。 安全データシート及び容易に理解できるシンボルも含めた世界的に調和された危険有害性に関する分類及び表示システムを可能であれば西暦2000年までに利用できるようにするべきである。GHS の目的は物質及び混合物に固有な危険有害性を特定しそうした危険有害性に関する情報を伝えることである。ここにおいて固有なとは そのもの自身が本来もつもつ変わらないものであり、コントロールできないものである。危険有害性は、ハザードの訳として、化学物質安全の分野では広く用いられているが、危険有害性は単に、危険性、有害性と呼ばれることがあり、GHS 翻訳文においても訳し分けられている。別の分野では、ハザードは、危害、危害要因、ハザードと訳されることもある。 危険有害性の分類を国際的に整合性を持たせるために GHS では分類基準を定めており、また危険有害性の情報を伝達するために GHS ではラベル表示と安全データシートの使用を定めている。日本では平成23年度までは一般的に MSDS と呼ばれていた。GHS の文脈では物質という用語は次の意味で使用される。 自然状態にあるか、または任意の製造過程において得られる化学元素及びその化合物を言う。製品の安定性を保つ上で必要な添加物や用いられる工程に由来する不純物を含むが当該物質の安定性に影響せず、またその蘇性を変化させることなく分離することが可能な溶媒は除く。GHS の文脈では証拠の重みは次のことを意味する。 危険有害性クラスによっては分類結果がデータが基準を満たすと直ちに得られる場合もあるがトータルな証拠の重みによって得られる場合もある。これは毒性の決定に関して得られる全ての情報を合わせて考慮することを意味している。その情報には妥当なインビトロ試験、関連性のある動物試験データ及び人に関する経験的データ、例えば疫学研究、 臨床研究、並びに十分な証拠能力のあるケースレポートや観察結果が含まれる。GHS の文脈では、物質及び混合物の危険有害性クラスは次の3つのタイプに分けられ、別個に考慮されるべき要素として35のクラスがあり、その内訳は17の物理科学的危険性、15の健康に対する有害性及び 三つの環境に対する有害性。ここでは、急性毒性の五つのサブクラス、監査性の二つのサブクラス、水性環境有害性の二つのサブクラスを別個に数えた数である。GHS では、システムを完結、透明にし、危険有害性クラスと区分の間の区別を明確にし、できるだけ自主的な分類を可能なように設定されている。しかし、 多くの危険有害性クラスについて判定基準は判定量的または定性的であり分類目的でデータの解釈を行うためには専門家の判断が必要である該当する分類項目がありその有害危険性の測定値が敷地以下のものは区分外である区分内と区分外の他に GHS の分類定義に該当するものがないものは 分類対象外、情報、データ不足のため分類できないものは分類できないと表現される。クラスは複数の区分を持つものが多い。区分分けは危険有害性の程度を、または分類の元になった情報の証拠の重みによって行われる。危険有害性の程度の強いもの、またはより重要な証拠を持つものから区分1、区分2、区分3とする。 例えば、急性毒性は危険有害性の程度により、発言性は証拠の重みによって区分される。物理科学的危険性には以下の17クラスがある。次に、それぞれのクラスの定義の応用性を記載する。実際には、GHS 原文の詳細な記述を参照する必要がある。爆発物、爆発性物質とは、それ自体の化学反応により、 周囲環境に損害を及ぼすような温度を呼び、圧力並びに、速度でガスを発生する能力のある、固体物質、または、液体物質を有。う。加工品に使用される物質は、たとえガスを発生しない、場合でも爆発性物質とされる。可燃性ガス、標準気圧101.3キロパスカルで、摂氏20度において、空気との混合儀が、燃焼範囲を有するガス。エアゾール、エアゾール、 すなわちエアゾール噴霧器とは圧縮ガス、液化ガス、または溶解ガスを内蔵する金属製、ガラス製、またはプラスチック製の最重点不能な容器に内容物をガス中に浮遊する個体もしくは液体の粒子として、または液体中、またはガス中に包状、ペースト状もしくは粉状として噴霧する噴射装置を取り付けたもの。酸化性ガス、酸化性ガスとは 一般的には酸素を供給することにより、空気以上に他の物質の燃焼を引き起こす、または燃焼を助けるガス。高圧ガス、高圧ガスとは、摂氏20度、200キロパスカル、ゲージ圧以上の圧力のもとで容器に充填されているガス、または液化、または心霊液化されているガス。引火性液体、引火点が摂氏93度以下の液体、可燃性固体、 遺伝性を有する、または摩擦により発火あるいは発火を助長する、恐れのある個体。自己反応性化学品、熱的に不安定で、酸素がなくとも強い発熱分解を起こしやすい液体、または個体の物質あるいは混合物。ただし、爆発物、有機化酸化物、酸化性ガス、酸化性液体、または酸化性個体は含まない。 自然発火性液体、たとえ少量であっても、空気と接触すると5分以内に発火しやすい液体。自然発火性固体、たとえ小屈であっても、空気と接触すると5分以内に発火しやすい固体。自己発熱性化学品、自然発火性液体、または自然発火性固体以外の固体物質、または混合物で、空気との接触によりエネルギー供給がなくとも、自己発熱しやすいもの。 水反応可燃性化学品。水と接触して可燃性のガスを発生する個体、または液体の物質、または混合物。水との相互作用により自然発火性となるか、または可燃性のガスを危険となる、量発生する。酸化性液体。それ自体は必ずしも可燃性を有しないが、一般的には酸素の発生により、 他の物質を燃焼させまたは助長する恐れのある液体。酸化性個体、それ自体は必ずしも可燃性を有しないが、一般的には酸素の発生により他の物質を燃焼させまたは助長する恐れのある個体。有機化酸化物、2化のマイナス応応構造を有し、1個または2個の水素原子が有機ラジカルによって置換されている化酸化水素の 誘導体と考えられる液体、または固体有機物質、有機化酸化物蘇生物も,も含む、金属腐食性化学品、化学反応によって金属を著しく損傷し、または破壊する物質、または混合物、鈍感化爆発物、大量爆発や非常に急速な燃焼をしないように爆発性を抑制するために鈍感化され、 従って爆発物クラスから除外されている固体または液体の爆発性物質または混合物健康に対する有害性のクラスには次の10クラスがあるさらに曝露経路による違いによるサブクラスも考慮すると以下の16クラスある次にそれぞれのクラスの定義のお,およそを記載する実際には GHS 原文の詳細な記述を参照する 必要がある。急性毒性、物質の傾向、または、経費からの単回投与、あるいは24時間以内に与えられる、複数回投与ないしは4時間の吸入暴露によって、起こる有害な影響。小分類、傾向、経費、気体蒸気、粉塵ミスト皮膚腐食性、刺激性、それぞれ、皮膚に対する不可逆的な、可逆的な損傷を生じさせること。 目に対する重篤な損傷性、目刺激性、目の表面に試験物質を付着させることによる、目の組織損傷の生成、あるいは重篤な視力低下、呼吸器観察性、または皮膚観察性、それぞれ物質の吸入の後で、気道過敏症を引き起こすこと、物質との皮膚接触の後で、アレルギー反応を引き起こすこと。起動刺激性はここには記載せず、 特定標的臓器毒性に記載する。生殖細胞変異原性。主として、人において、次世代に受け継がれる可能性のある、突然変異を誘発すると思われるもの。発がん性、癌を誘発するか、または、その発生率を増加させるもの。生殖毒性、子ゆの生体の生殖機能及び、受精能力に対する悪影響に加えて、この発生毒性も含まれる。 特定標的臓器毒性、単回暴露によって、特定の標的となる臓器に対する毒性があるか、及びそれに暴露した人に対して健康に有害な影響を及ぼす可能性があるかを示す。ここには、1から7、及び10のクラスのものを細分類しない。ここに、軌道刺激性を分類する特定標的臓器毒性、反復曝露によって、 特定の標的となる臓器に対する毒性があるか、及びそれに暴露した人に対して健康に有害な影響を及ぼす可能性があるかどうかを示す。ここには、1から7、及び10のクラスのものを細分類しない、吸引性呼吸器有害性、誤嚥後に化学肺炎、主児の程度の肺損傷を引き起こす、あるいは死亡のような重篤な急性の作用、 蛍光球性毒性の強さにより、区分1、区分2と分類されている。区分5に関しては、ある特定の条件下で交換受精集団に対して危険を及ぼす範囲という定義である。区分5は各国の所管官庁によって採用、不採用を決定して良い。環境に対する有害性のクラスには次の2クラスがある。さらに、サブクラスも考慮すると以下の3クラスある。 次に、それぞれのクラスの定義のお,およそを記載する。実際には、GHS 原文の詳細な記述を参照する必要がある。水性環境有害性、急性有害性と慢性有害性のサブクラスがある。保存層への有害性、モントリオールギ定書の付属書に列記された、あらゆる寄生物質、または、 モントリオールギ定書の付属書に列記された成分を濃度0.1%で少なくとも一つ含むあらゆる混合物。GHS では物理、科学的危険性や健康及び環境への有害性がある物質を有害性ごとに分類子給の区分を設定し対応するピクトグラムを指定している。EU は2019年現在 DSD、DPD DS に基づくピクトグラムから CLP 規則によって GHS に基づくピクトグラムに切り替わっている。EG ハイドロゲンサイアナイドイカの絵表示は国連のモデル規則に含まれているものだが GHS には組み込まれていない。厚生労働省は GHS に基づく表示、文書交付制度を労働者に健康障害を生ずる恐れのあるもの、等を上と提供する際に化学物質等の情報を 表示、文書交付により相手方に知らせ、職場における化学物質管理を促進し、化学物質等による労働災害を防止する制度と説明している。2002年に開催された持続可能な開発に関する世界サミットにおいて2008年の世界的実施を目標としており、2003年7月の国連決議においても同様の目標が記載されている。 GHS の実施は条約などにより義務付けられているものではなく、各国の判断に任されているが、日本を含む APEC では2006年中の実施を目指すことを国際的に表明している。日本では2005年に労働安全衛生法の改正を経て、2006年12月1日から従来の表示対象物である有害物に加え、危険物を対象として、 GHS に対応したラベル表示が紐付けられる。具体的には、表示対象となる99種の化学物質については、容器のラベルに、その危険性、有害性がよくわかるように、危険の文字や表彰及び、表示対象化学物質名称を付け、有害性情報と危険性情報及び、保存方法、取扱い方法等を文字で示し、製造者、または輸入者の名称、 住所、電話番号が義務付けられる。危険とされるものは必ずしも物理的危険性を有する危険物だけでなく有毒性を有するものにも危険と記載されることに決定していることに注意が必要である。これは国際的なハーモナイズドの結果であり、その結果危険物についての日本におけるこれまでの用語定義に変化が生じることになることに関係者は留意すべきで、 あろう。また、従来637種であったが、新たに3種を追加した640種の化学物質について、危険性や対処方法を示した文書を、関係者に渡して注意を呼びかけることも引き続きに付けられる。GHS 策定の作業は、化学物質の分類と、ラベルと安全データシートを処理する、国際的な調和システムが必要であるとの、 前提では始まったが、この考え方は全く新しいものであるというわけではない。というのは、すでに輸送部門では、物理危険と旧性特性については大部分実現しているからで、ある。日本を除く主要国では、海上輸送、道路輸送、航空輸送、鉄道輸送の核輸送モードはすべて、国際連合危険物輸送勧告に準拠して、 各国法を定め運用しており、日本においても陸上の輸送を除いて全てそれに準拠している。そこでは原則共通の分類基準に基づいて分類され、危険物がリスト化され、そのリストまたは基準にのっとったに、送人自身による分類に基づいて、表示、輸送取扱い方法、及び緊急時の対応が調和して策定されている。そこでこの経験をモデルにして、 輸送取扱いばかりでなく、労働現場での取扱い、消費者の取扱いについても調和した方法を目指したのが GHS である。したがって GHS は国連経済社会理事会の危険物輸送と化学品の分類と表示の国際調和システムに関する専門会委員会で国連危険物輸送規則と伴いに取り扱われており、 輸送規則と GHS の間の整合性についての議論もなされている。持続可能な開発に関する世界首脳サミットは2002年9月4日にヨハネスブルグで採択した行動計画23において2008年までに GHS という新しいシステムを完全に実施することを目指して各国ができる限り早期に GHS を実施するよう奨励した。 あとに2003年7月25日の2003、64、及び2005年7月27日の決議2005、5において、国連経済社会理事会はまだ実施していない政府に、対し、WSSD の実施計画にあるように、GHS を実施するために、行政手続きや法令を整備すること等により、必要な手段を講じるよう促した。国連経済社会理事会はまた、 地域共同体、国連計画、特定の官庁や GHS を推進する、その他の関係組織に対し、GHS を効果的にするために輸送安全、労働安全、消費者保護や環境保護に関する国際関連法令を修正することを求めた。2003年に最初のバージョンが出され、それ以後、2005年に改定一般、2007年に改定二般、 2009年に改訂3版、2011年に改訂4版と2年おきに改訂されている。2019年現在最新版は改訂7版である。ありがとうございます。